角田各寺、角田各寺、角田か、くじ、1890年、明治23年9月23日から1944年、昭和19年7月31日は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍中将。テニアン島で戦死。1890年、明治23年9月23日、新潟県南カン郡月田村アザスワ神殿。 現、三上市諏訪で農家の父、角田利八と母角田染めの七人兄弟、兄一人妹二人亭三人の次男に生まれる。1908年3月、旧正三上中学校、現、新潟県立三上高校卒業。在学中に、新潟公園足に行った折見た海軍士官に憧れて受験し、1908年、明治41年9月14日、 海軍兵学校第39期生として入校した。入校時の席次は150人中102番。1911年、明治44年7月18日、148人中45番の成績で卒業。小位候補生、練習艦隊の巡洋艦、阿蘇乗組、巡洋戦艦、伊吹乗組。1912年、大正元年12月1日。 少尉任官、巡洋艦、千代田乗組。1913年、大正2年、海軍法術学校普通科学生。1914年、海軍水雷学校普通科学生。12月1日、中尉新旧、第一艦隊所属戦艦、摂津乗組。この頃起こっていた第一次世界大戦がウイジンとなるが、戦闘は経験せず、公開方面の紹介活動。 通商保護などの任務に当たった。1915年11月7日、大正3点に4年生役の校によりくん六等随法賞、及び金250円を授与される。1916年、大正5年12月、総工巡洋館、あずの乗組。1917年、大正6年、在職中死去した。 中日アメリカ合衆国大使の遺体をアメリカ本国に移送する任務がアズマに下り6月25日サンフランシスコに入港する1917年12月大尉新旧海軍大学校地主学生に進学1918年大正7年4月15日法術学校高等科学生12月巡洋戦艦霧島分隊長 1919年11月、駆逐艦、柳乗組。1920年、大正9年4月9日、旧藍津藩の学問師藩役の娘の縁子と結婚。縁子の兄が角田と同期で、その紹介をきっかけとした恋愛結婚であった。後に4人の娘が生まれ、うち3女は角田の戦死1年前に16歳で病死。4女は安倍高僧の息子と戦後結婚している。 1920年、大正9年、防護巡洋館、須磨法術長1921年12月巡洋館、天竜法術長佐世保鎮守二家。1923年、大正12年3月1日、巡洋館、夕張偽装院。5月、巡洋館、夕張法術長1923年12月、少佐進級。 海軍大学高校二23期生に進学。1925年、大正14年11月、卒業。12月、第一水雷戦隊参謀。1926年、巡洋艦、古高法術長。1927年、昭和2年、第二艦隊参謀。1928年、昭和3年、中佐進級。 1> 第1艦隊参謀県連合艦隊参謀。1929年、昭和4年、第1航空戦隊参謀。1932年、昭和7年1月、第1次上海事変勃発。12月1日、上海海軍特別陸戦隊参謀県第3、艦隊司令部府となり上海駐留。1933年、昭和8年10月20日。 横須賀鎮守府付、十一月十五日、大佐昇進。1934年、昭和九年三月十日、軽巡洋館、基礎館長。十一月十五日、重順洋館、古高館長。1935年、昭和十年十一月十五日、練習艦隊の総工巡洋館、岩手館長。1936年、 昭和11年12月1日、江田島の海軍兵が公共党県幹事長。1938年3月上旬、品事変から帰還した、源田稔参謀が海軍兵学校へ呼ばれ、全校生徒の前で、中国での航空船の体験を飛行将兵として語ったが、角田は生徒に飛行機の協力は望ましい学校に頼る、わけにはいかないと釘を刺した。 この頃の角田は航空を二次的なものとして考えていた。現田実は角田はネルソン的精神の尊敬すべき性格を持った当初であり山口多門や大西滝次郎に匹敵する人であったと評価する一方、こういった人がもっと早く航空戦力の重要性に気づいて体制を整えて欲しかったとも語っている。1938年 昭和13年11月15日、戦艦、山城艦長県戦艦、長戸艦長。12月15日、免検職。1939年、昭和14年、長将に昇進、佐世保鎮寿府参謀長。1940年、昭和15年11月15日、第三航空戦隊司令官任命。第三航空戦隊参謀、淵田光雄によれば、 角田は法術出身だったため法術家通友の保守的で頑固なところはあったが気象はさっぱりしていた。武将として最も優れた性格と思われるのはその攻撃精神が旺盛なところであった。未敵必戦のその当時はかつてのコロネル沖海戦での英海軍のクラドック帝徳を思わせるものがあった。この猛将の性格は時には柔軟な作戦指導を 要する航空作戦の性格上、何から何まで全て適役というわけではないけれども、ともすれば慎重に過ぎて、すぐ腰が砕ける、和田艦船部隊の多くの指揮官に比べて一、異彩であったという。1941年9月、第4航空戦隊司令官、巡洋軍隊長、安倍義郎は、角田は典型的な武人であり、未適必戦の猛将であると言われたが、 皇術出身で、航空運用について無知な点が多かった。我々は彼を鉄砲屋と称していたと語っている。1941年12月、太平洋戦争開戦。角田は、開戦と決死連合艦隊長官の訓示をいただきて、と題する監視。器予方変不足論法名英達つ日割れこと政務し、無任務有粉骨最新機関水を残している。開戦時。 第四航空戦隊は、フィリピン南部攻略を行う、第三艦隊南非支援隊に所属。角田は、航空母艦、龍城で、ミンダナオ島をダバオ飛行場の空襲を指揮した。1942年、昭和17年2月14日、南部スマトラ攻略の L 作戦が発動されると、第四航空戦隊は、第一、南遣海艦隊に編入される。南海艦隊は、 カレルドールマンオランダ海軍少々率いる連合軍の根幹隊と遭遇し、角田の命令で竜城から攻撃隊が発進し、指揮官の小沢自三郎中将もそれを追認し、この爆撃で連合軍艦隊は逃走したが、小沢も主力部隊を撤退させてしまった。その後も角田は四次攻撃まで観光し、大巡一隻大破、軽巡二隻大破を報じた。 その後の会議で、角田は小沢寺三郎中将に対し、主体を持って敵艦隊を追撃しなかったことを質問をした。1942年3月スラバヤ沖海戦の追撃作戦に十0時、ベンガル湾総統作戦に十0時、この作戦では空母の降殻砲で敵貨物船や基地を砲撃する戦法を行った。1942年昭和17年6月、 アリューシャン作戦に参加、空母、龍城の観光隊や空母、巡洋の観爆隊で、ダッチハーバーを爆撃して、陽動を行うほか、攻撃力を補うために、巡洋艦搭載の95式推定4機を、爆走で出撃させて2機を喪失するなどの強引な傭兵で被害を出した。1942年、昭和17年7月、第二航空戦隊司令官着任。 1942年10月、南太平洋海戦に参加。第三艦隊司令長官、名雲忠和中将の機関、昇格が損傷し、航空船の指揮が角田に一時移常され、上官、巡洋を最大戦速で突出させた。その様子を見ていた他艦の乗員によれば、槍を抱え敵陣に突っ込んでいく、騎馬武将のようだったという。米空母、エンタープライズを撃退。 ホーネットを大破させる。総引退艦したホーネットの路角を命令されるが、栄光不能のため駆逐艦の雷撃で沈めた。この時に、角田の意を受けて、巡洋飛行長は飛行隊の行動範囲以外である攻撃隊を発進させ、母艦は全速力で飛行隊を迎えに行く命令をした。<laughs> 1943年、昭和18年7月、 基地航空部隊として再編された第一航空艦隊司令長官に就任。大本営直轄の決戦部隊として、温存策のもと、日本本土で連戦が行われた。将来の主戦力として期待され、連合艦隊から戦力転用の苦心もあったが連戦を続けていたが、途中でクエゼリン、ルオットの玉砕があり1944年2月15日に、 連合艦隊への編入が決められた。さらにトラック飛空襲で予定外の第121航空隊、第532航空隊など、実動の全力が投入されることになったが、現地訓練には自信が持てず、設立趣旨の軌道集中も261空と761空だけの実施で、マーナへの展開は時期尚早であった。一航艦では、 南洋に点在する島々を基地とするため、部隊が身軽に移動できることを重視し、士官も兵職を採用、傾向する荷物も最小限とした。角田自身がこれを実践して、自分用の粗末な食器を含む荷物を自ら持参して移動した。幕僚たちの司令長官ともあろうお方がいくらなんでも、との声に、ここは戦場であると取り合わなかったという。 1944年2月、マリアナ諸島テニアン島に進出直後にマリアナ諸島空襲を受ける。角田は攻撃を起とするが、淵田光雄三夫参謀は戦闘機が不十分なこと、進出直後で攻撃に生産がないこと、消耗を避けるべきことから飛行機の飛体を進言したが、角田は聞き入れず未適必戦を通した。その結果、 練度の高い実動93機中90機を失う壊滅的打撃を受けた。その後も角田は未適室戦を通しパラオ内空襲や今作戦でのニューギニア方面への戦力抽出などで見るべき戦果を上げ今まま、アゴー作戦、マリアナ沖海戦で期待されていた戦力を壊滅させてしまった。1944年6月マリアナ沖海戦。 アゴー作戦では本来は迎撃の主力となるはずであった第一航空艦隊の戦はわずかであり、第一機動部隊を十分に支援できなかった。第二航空戦隊参謀、奥宮正武は積極的性格の角だが、機動部隊の指揮をとり、緻密肌の小沢寺三郎が基地航空隊を指揮した方が、双方にとって適正だったと述べている。マリアナの放棄が決定すると、 連合艦隊司令長官、豊田祖エム大将は角田にダバオへの転身を命じる。そのため、潜水艦による角田ら一高艦司令部と航空搭乗員を救出する任務が行われ、角田らは、連夜部下と共に艦艇に乗り潜水艦との会合地点に待機したが、潜水艦はすでに沈没しており7月19日に至っても成功しなかった。その後は一高艦の立交隊が、 トラック方面から夜間テニアン基地に着陸し、角田ら司令部要員と航空搭乗員任務を脱出させる任務を負ったが、実行前の7月23日に米軍がテニアン上陸を開け、24日、米軍上陸成功によるテニアンの戦いは日本の不利に進んだ。7月28日、角田は老人婦女子を爆薬にて初決戦とする言文を軍令部に送る。 軍令部の野村実るによれば、軍と在留法人幹部とが十分に協議したこと、老人婦助士は敵手に陥るよりは、喜んで死を選ぶであろうことを確信することが、述べられていたという。一方で、軍に協力して働いていた民間人に対し、ねぎらいの言葉と敵がこの地に上陸するのは必死である、ことを説明した後、皆さんは民間人ですから、私たち軍人のように、 玉砕しなければならないということはないのですよと言った、とする資料もある。7月31日、今より全軍を、立位突撃戦とスキミツ書類の処置官僚のにて、連絡止めむ、との決別の伝文を発する。角田自身は自決せず、司令部号から手榴弾を抱えて、他の兵士と共に戦闘に参加、その後の消息は不明である。角田の墓は、 東京都府中市の東郷寺に建立されたが、1992年、平成4年に、園子が95歳で死去して17回期の2008年、平成20年に、園子の遺言で撤収されたため、現在、角田の墓は存在しない。また、故郷新潟県の角田家の屋敷は2006年7月13日の、新潟、福島豪雨で失われている。 角田の菩提を供養したいと強く念願してきた、冒険の遺族が後年願い出て、日蓮招州総元山大石寺途中の、久成なりより、各寺院法遊古寺との改名が授与された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。